トーマス・レノンはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優、脚本家、声優である。1970年にイリノイ州オークパークで生まれるアイルランド系の家庭だった。1988年に地元の高校を卒業しニューヨーク大学へ進学。在学中にニューヨークでコメディグループのザニューグループへ所属。同グループはニューヨーク市内のバーや ライブハウスなどで活動しており、後にグループ名をザ・ステートへ変更し、MTV の番組、ユーロート・イット・ユーウォッチ・イットへ出演。1993年から同グループ名の番組が放送され、番組はキャブリース・アワードのベストコメディ賞にノミネートされた。後にレノンは他のメンバーらと共に、コメディ専門のケーブルチャンネルコメディ・セントラルのビババラエティへ出演。 徐々に知名度と人気が上がっていったことがきっかけで、レノン自身も様々なテレビや映画への出演チャンスを得た。コメディセンスを活かして、コメディからドラマまで様々なジャンルに出演する一方、脚本家としての才能も発揮しており、ビンディーゼル主演のコメディ映画、キャプテン、ウルフや、ベンスティラー主演のナイトミュージアムなどの映画において、脚本家としてもクレジットされている。 2013年には、ザ・ステート時代からの名優でもあるベン・グラントと共に、ロブ・コードリー主演でコメディ映画、ヘル・ベビーを監督した。現在は、既婚で、一時の父親でもある。http ビデオ、<Hidden. S 2> <blog. S 1> about.com <knapp>、about. com uh huh. movies、トーマス・レノン -17 again HT、htm、ありがとうございます。